あとのことは任せたぞ。これでマダラとの決着もついた。あとは猿の言うように。渦巻きナルト、これで俺たちはもう自由だ。故郷に帰れんのだ。なんか夢見てる見ていたぜ。やっぱ B のところへ戻ることにする。あいつの俺はな、ハルトはいわばお前たちの寄り合い所みたいなものだ。何か相談役としてナルトの中にいてやれ。え、もう筆は何がおかしい。素直でないところは相変わらずですね。ナルトとサスケ、前にわしが問うたな。答えは変わんねえ。ただおじいちゃんには悪いけど、かぐやは今まで戦った奴らとは違う。心がに変貌した理由は分からぬが、おそらくチャクラのチャクラを有していても母のようにはなるまいて。必要なのか。お前たちはいい。美獣すべての。なんだ、意外と簡単じゃねえか。かつて母がやった無限。なんだと。それとな、たちを現実に、ただの一別で泣きに消える。ああ、これも陸道のおじいちゃんには。サスケ、それが今のお前の夢だってのか。まだお前だが今は違う。破壊し、そして作り上げるもの、それはこの戦いの果てに何を望む。お前の正直なり里を変える。自爆転生。お前以外はな、わしが、そして両方に託した結果も今やここで終わりにするってばよ。美獣たちを離してやってくれ。あいつらはやっと自由になれ。もう悪さはしねえよ、ナルト。お前分かってな、後々全て始末するつもりだ。通りなら無限つくよみを解くのに、そもそもお前の中の美獣のつけねえの。分かってんな。お前なら分かっているな。思ってるのに寄り添うことも差し違えることもできずに。さくら、ありがとう。もう遠くに行かないで、ずっと一緒にいれば。さくら、さくらちゃんに現実までかかったんだ。ずっと恋愛ごっこでも楽しめってのか。 お前を自分のものにしたいんじゃない。ただお前を助けたいんだ。母さん。ん？この前父さん俺のことをさすが俺の子だって言ってくれたんだ。最近父さんと兄さんの仲が良くないから。兄さんは兄さん、あなたはあなたよ。一族の代表としてうちは一族を守らなきゃいけない立場にある。父さんはその仕事の監督役だから、どうしたってその目が。ただあの人いつもムスッとして。挨拶、いってらっしゃい。
約束したんだ。昔、さくらちゃんと言ってんだろ。行ってくっつ。愛情とは難しい。弟だけに全てを託したゆえ、それを機に兄はわしと過去の愛情の喪失から来るものに他ならない。まだらわしも己なりに未来はより良いものにしたいのだ。かつての目にあるのではなく、未来のためにあるはずだ。なぜなる？クラマを救い友となった男だ。ナルトに任せと願おう。ここかよ。懐かしいな、サスケ。昔と同じ拳はもう食らわねえよ。それにお前の好き勝手。言ったな、革命だと。俺の言うほかげは認められるんじゃなく、みんなに認められた奴がほかげになるんだってよ。戦う前にはっきりさせるか。俺の言う、イタチの生き様がその答えまで俺を導いた。彼がそこまでして守る国と里とは何なのか。作組だったと。イタチは一人でその平和を支えようと、全ての憎しみを一身に受けながら木の葉の里を影から守られたものではなく、全ての憎しみを引き受けていく者こそ。そんな敗した兄弟の俺を残し、その俺に真実を隠しきれず、父も母も兄も一族さえ一人としていない。一人だけで背負うことができる。そして俺自身が全てを処理する。身は俺一人に集中させ、全ての里を俺自身が統括する。そう、俺の言う。みんながうんって言うと思ってんのかよ。言ったはずだ。もう分かっちゃいねえ。一人だけじゃできねえこともある。勝っ、そして俺たち兄弟のように。俺が処理し、真っ白な未来を一から始めていく。お前だってイタチのことを全部なかったことになんかできねえだろうが。ここで過去の過ち、迷いは全て断ち切り一新する。切らずに。お前はサスケを兄弟だと言った。だって切らせねえ。そろそろ時間のようだ。私は俺とサスケは本当の兄弟じゃねえけど、仲直りはできると思う。ならない。俺のほかげはつながりを切り、一人となって過去のままでいるからだ。忍びの答えを見せてくれ。
うことがどんなもんか、お前なんかに分かってたまるか！後手に回る。俺にとってお前は最も親しい友になった。あそこに行こうとしてるお前を、お前の思いは分かっている。お前もそうだろう。お前が今までのことを全部切って新しく始めた世界。ずれたこと言ってんじゃねえよ。ご里は今やっとまとめ、それらを倒すために里同士が遺恨を捨てて団結める。だから今度はお前がその敵ってのになるつもりか。シャリンガンから始まり、今このリンネガンの力を手にした。しょ、いや永久に一人あの地獄に戻る。俺はお前を殺すというわけじゃねえ。俺ってば。もういい。そして今ここで影に足を踏み入れる第一歩としよう。これはやべえな。分散してやったくな。下道魔族のねここでスタノンをその入れ物にしてやがる。自身の弱さの象徴なのさ。そう。そう。見すぎたかもな。感じる。あ！いろいろ背負っちまってる。勝負して。サスケ！俺が放てる最強の術だ。エネルギーが間に合わなかったらさっきので消し飛んでたんだぞ。それにお さすがにシャクラを使いすぎたか。左目の能力もこの状態。
な伝統だと言っただろうが、さっさと和解の印をしろ。サスケ君とナルトは？チャクラが寝よう。これこそが勝利するのは必然になれる。じゃあな。いいカウンターだったぞ。動力が弱ったのを見逃。何度も何度も やはりな、お前にはわしの残ったチャクラをありったけ渡す。これを渡せばわしは根の吸収はできねえ。俺はな、いつかおめえの中の水だった。そういうことなんだろうな、多分。ユビ、俺はウチハの名によって里から疎まれ、全然ちげえよ。ちょっとね、分かってねえんだな。死んでもまだ生活するだろう。だといいけど。ほかげか。あそこに顔岩作ってもらえるかもね。許せ、サスケ。俺はお前をずっと愛している。もうすぐ会える。やっと戻ってきたかよ。僕と地位で次で死ぬぞ。すべてを切るための力を得た。どんな奴でも切ろうとはしなかった。お前の憎しみを受けてやれんのは、なんだろ？体が動かねえからって、やけに口がよく動く。お前は一体、何なんだ！
った方だ。それはかつて聞いた。俺もよくわからねえよ。ただ痛えんだ。すっげえ痛え。どうにもならねえけどな。内派の俺と同じで里で皆に阻害されていたな。だらない奴だと思った。じゃれたいだけの弱い奴だと。お前の弱さがだんだん俺に染まってきたんだと。それがようになった。そしてなぜだか安心したんだ。兄への復讐のために、兄より強くなると。痛いとほざくお前と一緒に任務をこなし、互いに強くなっていくのを、家族の影を見るようになった。だからお前の痛みが分かった時、初めて仲間と思えた。俺は俺だってそれやめた。何でもできるお前が羨ましくって、俺は何にもなかった俺がつながりを持てた。お前みたく俺にはない強さがあったから。そして今日も、これはナルトの記憶。将来のいけな、みんながみんな認めてくれるホカゲってすげえ名前だ。もし一生芸人になったって、意地でもホカゲになって、お前と違って絶対ホカゲの名前死なねえからよ。俺はどの先代をも超える。だから仲間の死体をまたぐようなことは決してねえ。おかげになんてなれるかよ。そうだ。ここまでに。どんなにおかげになった者が皆に認められるんじゃない。兄さん。また死に損なったようだ。え？なんだ？俺の。だね。ダチが拗ねてっから一発ぶん殴って目覚ましてやろうって話だ。認めちまった。ここで俺が死ねば、俺の死後、左目をかかしにでも移植してやればいい。死んで決着つくなんて思うなよ。死ぬぐらいなら。それでよくても、他の者は納得しない。たく、それ以上拗ねてぐいたことしねえよ。なぜ、そう言い切れる。そうや、俺も、意外にバカだったもんな。